クラインの壺、クラインの壺は、境界も、表裏の区別も持たない局面の一種で、主に位相機科学で扱われる。ユークリッド空間に埋め込むには4次元、極律例とすると5次元が必要である。3次元空間には、通常の方法では埋め込み不可能だが、遮影して強引に埋め込むと、自己交差する3次元空間内の局面になる。その形を壺になぞらえたものである。 ドイツの数学者、フェリックス・クラインにより考案された。クラインの管、クラインの瓶とも呼ばれる。この通称は英語に翻訳する際の錯語によるもので、ある。言語である、ドイツ語では、クラインッシュ・フラッシュであり、これが、英語に翻訳される際、フラッシュが、フラッシュと取り違えられ、ボトルと訳された。現在ではドイツ語圏でも、クラインッシュ・フラッシュの方で定着している。 クラインの壺は数のように矢印をつけた正方形の大変を矢印の向きが合うように貼り合わせて作ることができる。前述のように三次元空間内に実現するためには自己交差が必要であるがクラインの壺そのものに交差はない。そのことを強調するために自己交差の部分をぼかして図示されることがある。表裏の区別を持たない二次元局面には他にメビウスの帯がある。 メビウスの帯が二次元のテープ状のものをひねり表をたどっていくとそのまま裏に行き着くようにしたのに対し、クラインのツボは3次元のチューブをひねり、内部をたどると外部に行き着くようにしたものである。また2つのメビウスの帯をその縁に沿って貼り合わせると、クラインのツボができる。ありがとうございます。